さあもう一人ホリプロに縁のある方がパフォーマンスしてくれます、はい、続いてのゲストはこちらの方です。どうぞ。あのねいつの間にか気づいたんだ、愛にも仕方違って、それがすでに私の胸にはまってたなら、きっとずっと今日よりもっとあなたのことを知るたびに、その形はもうあなたじゃなきゃ、きっと隙間を作ってしまうね。あのね大好きだよ、あなたが心の中で広がっていくたび、愛が溢れ涙こぼれるんだ。そして丸山桂里奈さん、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。これからも2人で温かい家庭を築いてください。はい、それでは、2曲目も、お二人に向けて愛を込めて花束をお送りいたします。いいんですか？ありがとうございます。写真を撮ろう、懐かしいこの景色と、あの日と同じポーズでおどけて見せてほしい。見上げる空の青さと気まぐれ通り、あなたとここに来られて本当によかったわ。この込み上がる気持ちが
歯が抜けるぐらい本当に聞いたら歯抜けちゃうんじゃないかなってぐらいめちゃくちゃもううまいを通り越しちゃってる。通り越した？もう何がありました？通り越した先にいいですか？ちょっと次に大丈夫ですか？なんと、はい、堀ゆいちゃんテレビ東京ザカラオケバトルで、はい、番組最多10冠達成をした。すごい、ありがとうございます。すごい、もう知ってる知ってる知ってる、めっちゃ好き。本並さん、本当に毎回録画するぐらい好きですよね。本並さん、生、はい、歌どうでした？いやあのね、感動すら覚えますよ、うますぎて。はい、あ、グラグラしました？クラクラきましたね倒れそうですもん。いいですね、はい、いあの、堀ゆいさんは、うん、栃木県出身の19歳で現在、はい、慶応義塾大学の2年生だそうです。すごい、イエーイ。そんな話で、あの、今回ホリプロにゆかりのあるっていう風に最初ご紹介したんですが、うん、はい、なんと名字が堀目をつけたじゃないですか。すごいところに目をつけました。え、それ誰が言ったんですか。すごい、あの、もちろんうちの取締役の西尾さんです。うわすごい、やっぱ西尾さんすごいですね誰でも思いつく。すごい、堀社長の娘さんとかはお孫さんではないですよね。ではないです、はい、ただただあの名字が堀さんという、うん、すごいな。ありがとうございます、堀さんで。ありがたいです、本当に、はい、堀でよかったですまだ19歳なのに本当にすごいね。いやいや、ありがとうございます。もう裏で聞いててもすごかった、ね、あの、事務所はちなみにどちらに？いや、まだフリーなんですよ。カリナさんどう思います？え、絶対ホリプロじゃないですかだって名前ホリさんですもんね。絶対名前ホリじゃないですかこれは西尾さんもし気が向いたら、すいません、もし気が向いたらアットホームな会社ですので。ありがとうございます皆さん温かくて本当にしっかりしてるわ素晴らしい素晴らしい歌声でした。堀ゆいさん、ありがとうございました。本当におめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。うまい棒、うまい棒、うまい棒、ありがとうございます。毎回渡すタイミング向上させてもらっていいですか？いつも変なんでタイミングが後半なんでもはい、さらにね、さらに